シャンティ、リンゴソーソー、ヨロコビ、ヨロソーソー、テンポキュージョ、リンゴソーソー、リンゴソーソー、リンゴソーソー。増山玲奈の地球は一つ。おととい10月22日から福島第一原発1号機のカバー取り外しの作業が行われています。関東地方を中心に線量が高くなっているという報道もあります。気をつけましょう。そして、考えていかなきゃいけないのは現場の労働者の方たちの問題だと思います。今まで日本では福島第一原発の事故が起きるまで40万人の被爆労働者の方が原発で働いてくれていました。その間、病気になって労災申請を受けれた方というのはたったの11人だそうです。そのうちご生前に労災申請を受けることができたのはたったの1人、長尾さんという、関西に住んでおられた労働者の方でした。その長尾さんの労災申請の手続き、医療を携われた村田三郎先生に今日はお話をお聞きしたいと思います。被爆にどう立ち向かうのか、基本的なことがなかなか世の中に知られていませんが、この事実は私たちきっちり勉強するべきだと思います。じゃあ村田先生のお話を聞いてみましょう。阪南中央病院の内科の村田と言います。阪南中央病院の内科の村田と言います。本日は取材に受けてくださってありがとうございます、はい。現在福島第一原発での労働者の待遇がだんだん悪くなっているということで、はい、多くの労働者の方から内部告発いただいています、はいはいはい。先生は長年被爆労働者の、治療や、調査や実態調査に関わってこられたということで、今の状況どう、考えればいいのかということを、教えていただきたいと思います。現在1年間50ミリシーベルト、5年間の上限が100ミリシーベルトという条件で労働者の方々が福島第一原発で働いておられますが、この上限を先生はどうお考えでしょうか。まず100ミリシーベルトということですけれども、これは5年間で100ミリシーベルトですよね。で、私が今まで関わっていた労災認定の方、それから過去この被爆労働者の労災認定された方で、認定された方の、累積線量ですね、1年間でなくて累積線量、それを足しますと見ますとですね、100ミリシーベルト未満で白血病とか悪性リンパ腫とか、それから多発性骨髄腫とか、そういう病気になって、認定された方がほとんどですね。ですから、累積線量で100ミリシーベルトで、労災認定されるという、状況なんですから、5年間で100ミリシーベルトまでを、被爆してもいいという話はもう決して、見過ごすことができないというか、私としては非常に有意識問題で、労働者の健康について非常に懸念をしているところです。今まで労災が出た方々でも100ミリ累積で働き始めてから、何年も経って累積で100ミリ超えてらっしゃる方はまだいないんですか。はい、いえごめんなさい。もう100ミリシーベルトを超えてですね、被爆してる人は、はい、数千人から、数千人はいます、それを数字をちょっとお見せします。はい、白血病の労災認定は確か50ミリ5、白血病の労災認定はですね、はい、年間5ミリシーベルト、 5ミリシーベルトを超えて、そうですね、もう一回言いますと、はい、その方の累積線量が、5×10次年数を超えているとき、はい、つまりこの方が10年、被爆労働に
疲れたとした時にですね、5×10 ですから50ミリシーベルトですね。でその累積線量が例えば60ミリシーベルトとか90ミリシーベルトになってて、それで白血病になった場合は労災認定がされるということです。ああ、そういう考え方なんですね、はいはい、従事年数 ×5 を超えるような線量をしている場合は白血病となった場合は認定されるということなんですね。で、現在ですね、100ミリシーベルトを超えて、過去の今回の事故でなくて、平常運転ですね、事故前の、で被曝労働されてた方で100ミリシーベルトを超える線量を受けている方がですね、これだけ足しますと大体80人近くいらっしゃるわけですね。でその方50ミリシーベルトを超えた方が100人、120、30人という形です、はい、ですからこの方が、例えば悪性リンパ腫とか白血病になられた場合はですね、はい、累積線量と従事年数で、見るとですね、このこういう人たちは労災認定されてもおかしくないということです。つまり例えばこの方100ミリシーベルトを超えた方が食道がんになったとしたら、もう現在の労災の認定基準に該当するという形ですね、はい、ですから、通常の線量の、労働で、これだけの被曝をしている方がいらっしゃるということですね。それは日本全国での数字なんですか？はい、この間ですね、はい、第4期といいまして平成20年、までの調査ですね。平成20年だったと思いますけど、はい、これが何年だかな、第4期は平成20年だったと思いますけどね、はい、被曝労働、被曝労働されている方の、疫学調査が今、放射線、影響協会というところで行われています。それが1期から4期まで既に報告されてるんですけど、はい、そのデータがこれなんですね。1期と4期っていうのはどうやって、どこまでが平成8年ぐらいから始まって、はい、5年単位ぐらいで、まとめた調査が発表されています。あ、5年単位で1期、はい、2期、3期、4期という形なんですか？一番最近のが平成20年頃にまとめられた分が4期ですね。はい、はい、ちょっと正確な日時はちょっと記憶がないですけど、はい、で先ほど言いましたように、この間労災認定された方の数字ですけども、ここで10名労災認定されてます。で最近悪性リンパ腫で認定された方がいらっしゃるので11名なんですけども、はい、この認定された方の線量を見ていただきますと、100ミリシーベルト未満がの方が9名ですね。100ミリシーベルトを超えてた方が100、1人だけで、非常に稀なケースかと思いますけれども、わずか 5.2 ミリシーベルトの累積線量で、はい、認定された方がいらっしゃいます。白血病、はい、白血病。なるほど。でこの方はおそらく細かいことは分からないんですけど、1年以内数ヶ月かぐらいでですね、5.2 ミリシーベルトの被曝をした、はい、でそれで、2年ぐらい経ってですね、はい、慢性骨髄性白血病という病気にかかられたわけですね、はい、またはリンパ性の白血病で、それで2年以内1年を超えて約2年ぐらいでそうなったということで、この基準に合うわけですね、はい、でそれで認定された。非常に稀なケースだと思うんですけども、これで逆に認定されたということはですね、今事故後100ミリシーベルト未満は体に影響ないと、それから、癌とかになっても、
放射線被曝との因果関係を証明することで できないというふうに言われてるんですけども、はい、わずか 5.2 ミリシベルトで路線認定されたということはを考えるとですね、100ミリシベルトというのは決して安全な量で、許容される量ではないということが分かっていただけるんじゃないかと思います。4期の中の5年間、はい、4年間で今のところ11名の方が労災認定を受けて、はい、4年間じゃなくてもうこの、昭和40年ぐらいから、はい、原発労働が始まってるわけですね。あ、それ以降この40年間で、はい、そうなんです。40年間 で、まずわずか11名なんですか、はい、本当に狭き門というか、その、労災認定が受けられる方は、うん、なぜ受けられて、それ以外に発病された方はなぜ受けられないんですか。うん、それはですね、はい、まず、その方自身が自分が病気になった時に放射線被曝との関係でこの病気がなったというふうなことをまず考えつかない、はい、今でこそ被曝者が、原発労働者が白血病とかになるかもしれないとか、がんになるかもしれないってよく言われるんですけど、被曝労働者自身がそういう教育を受けてないんでね、安全教育を、大丈夫だという教育を受けても、あなたは将来、がんとか白血病になる可能性がありますよということは教えられてないんですね。で、それがまず一点ですね。それからもし病気になったとしても、その方自身が、どれだけの被曝をしてたかということをきちっとした数字、手帳を持ってないんです。本来は手帳を、離職、仕事を辞めるときに渡すことになってるんですけども、それを渡してないケースが非常に多いということです。それと、もう一つは病気と放射線被曝との因果関係を証明するのは非常に難しい。で、それを、例えば白血病になったというときに医者がですね、あなたは被曝労働に従事していましたかとか、あなたは原爆で被曝をしてましたかとか、原爆で被曝をしましたかというようなことを聞くことが非常に少ないですね。医者の方もそういうことは思いつかない。ただ一般的にあなたは白血病だとか悪性リンパ腫になりましたということは言っても、職業歴を聞き出して、その原因を明らかにしようということはあまりしないですね。で、そういうことで医者も医療関係者もそのことに気がつかない、患者さん、労働者自身もそれを思いつかない、それから証明するための線量がわからないという、その大きな壁が3つありまして、それで申請が少ないし、で、申請しても非常に厳密な因果関係を証明することを求められますので、認められないということで、過去40万人余りの労働者がいて、たくさんの方ががんとか白血病になっているはずなんですけども、認定される方はわずか11名しかないということなんですね、はい、なるほど。で、私が関わらせていただいた、長尾さん、この方は多発性骨髄腫になられたんですけど、それから喜友名さんという方は悪性リンパ腫になられた方、この2人、私自身が意見書を書かせていただいて認定されたんですけども、はいはい、このお二人ともですね、やはり放射線管理に関わるような仕事と現場監督という仕事をされてたので、非常に線量について、明確な意識を持っておられたんですね。ですから仕事を辞められた時も手帳を持っておられたんです。それで病気と被曝との関係を頭に少し持っておられたんですね。で、相談があって、で、私のところたまたまある人を通じて相談があってですね、で、私もこれだけの被曝をしてて、こういう病気だったら、労災申請して認められる可能性があるんじゃないかなということを思って、で、いろんな方と協力させてもらって申請して、はい、で、認定にこぎつけたということですね。で、特に悪性リンパ腫も多発性骨髄腫も本来は白血病にと非常によく似た病気ですから、白血病が労災認定の一つの基準がありますから、それで簡単にいくんじゃないかと思ったんですけど、非常にこれまでその病気は労災認定されてなかったんですね。ですから非常にその穴をこじ開けるのもですね、ハードルが高くてですね、非常に
1年2年と政府交渉とかをやることによってようやくその認定させるということができたというの動き始めてから何年ぐらい経って、はい、2年間で2年ぐらいかかりましたね。ああ、はい、なるほど、はい、その間にも病気は進んでいく状況ですよね。お一人 の悪性リンパ腫の方はもうすでに亡くなっておられた方ですし、長尾さんは、また闘病生活されておりまして、はい、2年間かかったんですけども幸いその闘病生活を生きておられるうちに認定された。それは非常に稀なケースね。これまでこの10名の方は認定される方、ほとんどの方はですね、亡くなってからなんですね。だからご存命中に認定されるケースは初めてだったとね、はい。長尾さんは、うんうん、どこの原発で働いてらっしゃった方なんですか？福島もそうですし、鶴ヶとかも日本中のあちこちの浜岡とかも、仕事されてましたね、はい、なるほど。そのことはこの本の中に、はい、書かせていただきました、うん、この1年間50ミリシーベルと5年間で上限100ミリという数字がおかしいということを今おっしゃられたんですが、その、おかしい数字でももうすでに最初に被爆労働手帳を持って、福島に入られた労働者の方たちの8万人全体で、日本でいらっしゃる被爆労働者の方のうち4万人がその上限を超えてしまったっていう話をの現場の方からお聞きしたんですけれども、今上限を超えたというのは各事業所ごとに少しその設定した線量が違ってるんじゃないかと思うんですけど、実際のところはやっぱり年間50ミリシーベルというのを一定の水準にしてると、条件にしてると思うんですね。ですから50ミリシーベルを超えてる方がもう非常にたくさん出てるっていうのはもう大変なことだと思うんですよね。確かに、うん、昨日も話を聞いてみると、はい、その会社によって5年間100を守るためにじゃあ年間は20にしようという会社もあるし、の会社によって50までいいという会社もあるし、それはばらつきはあるみたいです。あとカウントしてない被爆もかなりあるみたいで、その抗線量のところに行く前にのサーベイをの名神中央棟の近くにの車の中にごそっと置いてから行くとかいうケースもあるそうで、実際の線量はカウントすらされてない可能性はあるのかなと。昨年の8月ですかね、APD といって線量計に鉛のカバーをしてというありましたね。それも朝日新聞の記者さんから先に私もお聞きして、これは大変なことだというのをお話したことがあるんですけども、やっぱりとにかく線量を低くさせないことには仕事を続いてもらえないということで、もう事業所単位でそれを隠しているという場合と、それから、もう20年数年前にそのご本人自身がですね、線量が上がると仕事を続けられないから自分自身で線量計を持たずに入ったという方もいらっしゃったんですけども、そういう個人がやっぱりその個人の判断でやってるケースもあるように聞いてます。でそれが決して個人の責任でなくて、被爆労働上限を超えるとですね、被爆をしないような仕事に ついてもらって、それで生計が立てられるという、そういうシステムにしないからそうなるわけですよね、うん、だからやっぱり被爆をして上限超えたらもう使い捨てられるということになってるから、やっぱり働くためには線量隠してでも働こうという気持ちが起こっていくわけで、個人の責任は決してなくって、事業所とか東電とか国の政策に基本的には間違いがあるので、そういうことになっているというふうに思いますよね。
本当ですね。そういう労働者の待遇を今までのように使い捨てっていうことではなくて、日本の場合はもうあそこしばらく冷やし続けないととんでもないことになっちゃうわけですから、その労働者の待遇を上げていくような運動を起こしていけたらなとも考えています。そうですね、もう僕たちも全くその通りで、やっぱりレオン停止状態とかっていうふうに言うわけですけども、それをするためには、それから今の汚染水の処理の問題とか、労働者の方に働いていただかないといけないわけですね。どうしてもそれはロボットで転換することができないような、非常に危険なというんですか、複雑な構造の中で働いてもらうわけですね。ですからそういう人たちが使い捨てというんでなくって、本当に働いてもらえるような条件、それから少なくとも健康被害は絶対避けられないと、残念ながら思うんですけど、できるだけ健康被害に続く、健康被害を及ばさないような線量にとどめるような形での仕事にしていただく、それから、線量、一定の線量を浴びればですね、それ以上浴びないようにする、で浴びないような仕事に就いていただいて、またその人の雇用を確保するという形でしていかないと、おそらくもう被曝労働してくださる人はいないんじゃないか、なくなってしまうんじゃないかと思うんですね。そうするともう収束作業そのものもダメになるし、もう本当に危機的な状況がですね、もうどんどんその深刻な状況になってしまうんじゃないかなと思いますね。福島の労働現場で、現場で働いていらっしゃる方々は、その最初はついていた危険手当が去年からだんだんなくなっていったり、また体調を壊した後の保障って契約っていうのももちろん最初にはすることもなく、保険証も持っておられない方もいらっしゃるそうです。で、今まで通常原発の作業員の仕事では危険手当や体調を壊した時の保障、また労災っていうのは、どういう条件で皆さん働いていらっしゃったんでしょうか。1982年ですから、もう30年になるんですけど、その当時福島の下請け労働者の調査をさせてもらったんですけど、全く同じような状態でしたね。結局妊婦出しとかっていうような形とか、それまで出稼ぎで東京とかにですね働きに行ってた方が、その出稼ぎに行かなくていいというような条件でということで、福島で、地域の方が働いてたわけですね。その方の、身分は全く一時的な臨時雇いですよね。それから本当に妊婦出しというような形で、ある日何人欲しいからということで集められて入るという形、そうすると日給月給という形、それから健康保険も、いわゆるその政府干渉保険とかいうことでなくて、国民年金ですね、国民保険だから、その人が住民として持ってる保険も使ってるわけですね。ですから何か問題が起こった時には自分の保険も使って入ると。ですから事故があった時も労災として認められて、労災保険を使うことができない。むしろ労災保険を使うと、事業所がですね監督署に目をつけられるというふうになると、そこがどういう仕事でどういう雇用形態でやってるかということが、もっとも明らかになりますから、そうするといろんな、網目をくぐってやってるような仕事がですね摘発されることになると。ですからそういう労災保険は適用しないという形になる。場合によってはちょっとその時に話を聞いたのはですね、採用の健康診断ですね、それもですね非常にずさんな形でやってる話を聞きました。で、例えば血圧が少し高いということになるとですね、一般の会議の先生のところで健康診断してもらうときに、それではもうあらかじめ血圧を下げる薬を直前に飲んでもらって、それで入るとかいう話もありましたし、極端なことを言うと若い方のが、18歳未満の方をですね、別名で働かせてたというようなこともその当時ありましたね。だからそれが今回の事故の、福島の事故後もですね、そういうことがやっぱり、
同じようなことがされてましたよね、うん、だから、この30年全くその変わってないと、そういう下請け労働とかと思いますから、これをもとにしてあなたはこれに該当しますから労災認定したらどうですかとかいう、家族への、おすすめなんかは全然しないわけですね。だこういう数字が出てましたということだけの話です。だから家族さんがご家族がこういうことを分かったら申請すれば認められるはずなんですけども、はい、うん、そういうことは全然その調査はしませんので、保険証を通じて、死亡診断書を集めて、で、それでその保守線管理手帳の中央登録センターというところのデータで名前があって、でこの人が何の予備で亡くなったかというのを突き合わせて、まあ、いろんな解析をしているわけですから、だから例えばこの食道がんになった方がですね、この人は100日ぶりとこういうのをこうしてたということは、ご主人の手帳を持ってたらですね、はい、でこの肺がんが認められるということが分かってたら申請すればいいんですけど、いかん残念ながらご家族はそんなこの人がどれだけの線量をかけてたかということも知らないし、この病気が労災認定の対象になる病気であることも知らないし、だからこの全てがほとんどもう闇の中にあるわけですね、うん、そういう今その労災の認定の、状況ですよね。だから僕たちがやらせてもらって、例えばこのYさんという人だったら、白血病になってですね、11年で74ミリシーベルトの被爆をしてたと、はい、でたまたまデータがこうなったんですね、遺品の中の整理をしてたらこういう手帳が出てきたわけですね。で Y さん、この方のいとこさんが獣医師さんだと、はい、で放射線について一定の知識を持っておられた、で白血病被爆と結びついて、頭に結びついて申請したわけですね、はい、うん、で申請ってどうやって行えばいいんですか、うん、それはもう労災申請の一定の組織がありますから、はい、で医師の診断書と、この方は白血病であった、はい、になったという診断書と、それから、被爆手帳とつけて、で、はい、どこの事業所で働いてたかというのを、明記するような、まあ、書類一定の書式の中に記入して、労働基準監督署に提出するわけです。でそしたらその基準監督署の方が、認定の基準、先ほどの基準に照らして、そこでも一定の基準に合致してたら認めるんですけど、大体その難しいということで、上の労働基準局に上げて、それから労災の審査会というのに、厚生労働省の諮問機関の審査会に挙げて、それで議論して、で最終的に決まるという形になっています。話は隠します、それが何かはともかく、コントロールはできてます、何の根拠もないけど消費税率上げてます、工場はだんだんなくします、武器の輸出は認めます、原発セールス続けます、太いものには巻かれます、それは情報じゃないから大手企業の味方です、所詮金目のことでしょう、解雇自由に許します、残業手当もなくします、有無を言わさず決めてます、戦う力は支持します、大臣俺は大臣、内閣総理大臣、大臣俺は大臣、内閣総理大臣。
が来ます。放射能でおもてなし、公共事業増やします。まさか賄賂はないよね。年金さらに減らします。もらえる年を引き上げます。新規税金作ります。携帯電話や主婦まで。祖父も内閣総理です。父は外務大臣です。妻は居酒屋やってます。お腹は弱い方です。格差社会を育み、理想の未来の枠組み、美しい国にします。日本に戻す。大臣、俺は大臣、内閣総理大臣。大臣、俺は大臣、内閣総理大臣。内閣総理、内閣総理、内閣総理大臣。